柳谷家,家六は一般社団法人落語協会所属の落語家。本名小林九。東京都豊島区生まれ。出林はおけんざらし。五代目柳谷子さんは母方の祖父にあたり、同時に師匠でもある。兄はお振付屋小林戸一。お父は六代目柳谷子さん。父は画家、俳優、声優、歌手の和田め母は 元タレントの小林き子。血液型 A 型。メアンド、ハーコーポレーション所属。1987年2月、祖父5代目、柳屋子さんに入門、前座名、九太郎を名乗る。入門に道筋をつけたのは母で、子さんの娘である母は、子供が生まれたら一人は、落語家にしたいと考えており、兄がバレエ向きの顔だったのに対して、弟は、 間違いなく子さんの DNA を受け継いでいる顔だと思ったという。その後5代目子さんはない弟子を取らなかったため、最後のうち弟子となった。NHK 教育テレビ、日本語で遊ぼうに2006年まで出演。その中で、ジュゲムを披露したところ、ジュゲムが子供たちの間で流行した。また、この番組への出演がきっかけとなり、現在では定年齢層を中心とした幅広い落語。 普及の活動も行っている。2006年10月3日より2009年3月24日まで、富士テレビ、徳田ね、のコーナー、オ子知人新、オ子知人にレギュラー出演。新、オ子知人ジ2008年5月13日放送部にて、祖父5代目、柳谷子さんが登場している。また、徳田ね、 番組終了直前の2021年3月22日には、十数年ぶりに番組に登場、温古知人で、武田敬吾を語った。落語に限らず幅広いジャンルで活躍する落語家の一人である。祖父賞さんを引き継ぎ、須藤石材のイメージキャラクターを務める。2001年に、林家菊姫と同居、婚約。2002年に結婚予定だったが、 子産死去に伴い延期。その後2010年4月11日に4歳年上の一般人女性と結婚。特技はピアノ。2017年には発達障害の一種である学習障害であることを公表。自身の著書でも取り上げているほか、発達障害関係の講演も行っている。2019年6月、静岡県内の富士山の麓に住居を構え、 東京、目白の実家の近所にある賃貸住宅とに拠点での生活を始めたことを2021年に明らかにした。NHK は2004年10月にテレビ、アラビア語会話を定番講座としてスタートさせた。カロクは番組の開始当初から生徒として出演。第1シリーズでは卒業試験として宇宙書というアラビア語小話を披露した。 講師を務めるエジプト人と日本人のハーフであるモロオカカリーマ、エルサムニーガとしも近い家族のことを特に気に入っていたため、第2シリーズでも生徒として出演。第1シリーズのゲストだった建築家のラナディウベー氏は留学を終えたためレバノン共和国に帰国し、VTR 出演となったが、もう一人のゲストであるアルモーメン・アブドゥーラは番組に残ったため、 軽くも戸惑うことなく勉強している。会が進むにつれ、冒頭の挨拶もアラビア語で行うようになった。第2シリーズでは、以上の点を踏まえ、アラビア語新打ちを目指すという目標が掲げられている。本文に、記載のあるもの以外中心バラエティ、ドキュメンタリーテレビドラマチック処が、Amazon オンデマンドのサービスを利用して発売していた。 以下のシリーズは、アマゾンディスクオンデマンドのサービス停止に伴い、2021年6月4日で、販売終了となった。第1巻、50等、第2巻、金色夜舎第5巻、土第6巻、羅生門第10巻、萩原作太郎、純情小曲集より、第11巻、機械第13巻、伊藤静を、我が人にあたうる愛花より、第14巻、種田三等か、 草木塔より、第15巻、伊藤静雄、反響より、第16巻、金子光春、女たちへのエレジー他より、ありがとうございます。